んだけど、メイクと髪の毛バッチリだったからね、いやこれやらなきゃまずいなって思って、急遽やろうと思った時にはね、充電がちょっと少なくて、そう、だからさ、いつも携帯置いてやってるんだけど、今充電しながらやってるから手持ちなの、ごめんね、ブレブレだと思う、あまり揺らさないようにするまあまあ、暖房ついてるでもそう、髪の毛バッチリって言ったけどさ、そうバッチリだったの最初は。でも家帰る前、あの帽子をかぶって帰ってきたので、頭皮、頭、このてっぺんが帽子で潰れちゃって、今ねアイロンで前髪とてっぺんのここのね髪の毛をボリューム出したんだけど、配信画面で自分のね髪型を見たらやばく汚く漏れてなかったので、フードかぶってます、ごめんなさい寝る？これもうね、もう伸びてきちゃってる、もうそろ変えるんだ、左右一緒、かわいい、楽しみ、何これ、え、好きだって、可愛い、好き、ハートいっぱいありがとうございます。次は黒です、黒がいいです。そう、伸びるから付け根そうなの、わかりづらいね、そうなんです。あ、そう、でもねオンラインサイン会、手形会が私12日にあるんですけど、その日の前にね多分ネイル変えたかったんですけど、ちょっとねお仕事とかいろいろあって行けないことが判明したので、手形会はこのネイルのまま行きますそうなんだよ、でもそっちの方が安心か、どんだけ汚くなってももう次ネイル変えるってって分かってるから、もしインクが落ちなくてもすぐ新しいのに変えられるからいいよね1ヶ月で変えるの早いよね、爪ってそんな早く伸びるんだ、すごい長っ、こんばんは、こんばんは、そう、今日もね お仕事なのかな、お仕事か、動いてるからわかんない、なんか最近お仕事、お仕事だ普通のお仕事、あれです、ブログにも書いたけど、素敵すぎる素敵な私たちユニット公演のねのお仕事が今日すべて終わっちゃいました。そうなんですよ、お仕事だねお仕事、押す方じゃない、違う、働く方のお仕事終わっちゃったんですよ、悲しい、もっとやりたかったな、だからブログにも書いたし、メールとかでも言ってた、キミちゃん、モモタンに会えました、同期ではね、素敵な私たちのメンバー全員とも会えたけど、そう
だよ。きみちゃんが今日生誕祭イベントだったんだけど、そのやる前に会ってて、その時に初めてきみちゃんがやる歌唱曲を聞いたんだけど、びっくりした。え、本当に嬉しかった。でもよく言えば自分も含めて一緒にやりたかった。きみちゃんと一緒にやりたかった。なんかキモいね。なんかよく見たらキモいね。斜め見てるからかな。まあいっか。30分持つかなこの絵。なんか最近ね、顔の乾燥がひどくて、そう、なんかパックってさ、毎日私基本やってたんだけど、毎日やりすぎも良くないっていうのをね聞いて、結構減らしたんですよ。そしたら一気に減らしたからかわかんないけども、カサカサの度合いがやばくて、今まで通りで良かったんだなと思いました。からやります。乾燥がひどい。今の方が乾燥ひどいのかな。もう2月でもうそろ冬じゃない。春にね、なっていく季節なのに。腕震えてきた。そう、パックはなんか基本3日に1回ぐらいがちょうどいいらしくて。洗顔の時優しくしてる。しかも泡をいっぱい手に取って、あのやらないようにしても、ゴシゴシ。花粉か。もうそれ花粉症じゃないからな私。一年中平気なんだけど、でもね、こう言ってる人ほどさ、いつ自分に来るか分かんないから気をつけないと。そう、泡いっぱい使ってやるのがちょうどいいらしいね。洗顔、こんばんは。あ、そう、あとあれ気をつけてる。顔洗った後、今まではさ普通にタオル拭いてたんだけど、タオルっていう顔かわいい。洗顔終わった後はタオルじゃなくてティッシュを使って拭いてます、ポンポン。そしたらなんか気持ち、ほんの気持ち、肌荒れが治った気がするから、みんなが言ってること本当だと思った。みんなってネットタオルね、毎回変えたとしてもさ、なんか菌がいっぱいいるらしいので気をつけてる。ネットってすごいね。ネットって言ってもね、ツイッターの方がなんかね、いろんな情報が来るからありがたい。リアルタイムで見れるしね。水分吸いたいんですよ。そう、そうです。あ、なにこれ、かわいい。ん？犬だ！かわいい。犬とミラーボール、ありがとうございます。ティッシュです、ティッシュ。消費がね、だいぶすごいけど、毎日。ツイッターってすごいよね。今思い出した。私さ、最近ね、自撮りするときに笑顔の写真もあるんだけど、ちょっとこっちの口角を上げるだけの写真が一番多いのね。それよりも最近ね、
こうやってね口をむってやってなんかここら辺をちょっと膨らましちゃう癖がついちゃってなんか余計にほっぺがブクってなってえもしかしてサーヤ太ったみたいな風に思われてたら出たら嫌だなと思って今思い出した。もう自撮りする機会がなくなってきてるからどういう表情をすればいいのか分かんなくなっちゃう。え、そう、あれわざとじゃない。狙ってるわけじゃない。今のあの表情が一番綺麗に写ってるのかなって思ってあの口をもう自然になっちゃってる。え、本当になんか22歳、あれ私今年23歳か、今22歳なんだけど体重の減りが減らなくなってくる、減らなくなってきた、怖っ。っていう話を前お母さんにしたら年取ったらもっとそんな、そんなの普通だよって言われて悲しくなっちゃった。今のうちに痩せなきゃって思ったけど、まあ、今はね動いてる分今怖いないけど若いうちだからそこまでガリガリじゃなくカリカリでもなくナチュラル普通がいいんだよなと思いながら自分に聞かせてるの。本当なのかな。え、すごい、本当だ。22歳2022年2月22。うわ、写真撮ろう、この日覚えてたら。あれ過ぎた、あれ今日何日だ。2月だっけ。まだ2月か。2月、今何日だ。9日か。まだまだいけるか。忘れてなかったら写真撮ろう。2時22分。あ、なんか怖い時間だねこれは。やめよう。え、2時じゃない、22時だ。あ、10時なら まだいける、いける。22、何もなさそう、いけるし、10時台だとドライブのギルドバトルが、あれ今月末ってだっけ、いつまでだ、いつもやってるけどいつまでかが分かんない。え、終わってんの。うわ、じゃあ忘れそう。もうドライブやるときさ、ギルドバトルにそう遅れないように絶対タイマーやってるんですよ。だから10時台だったら絶対気にしてるから時間間に合うなと思ったけど、終わってるのか。待って、秒数までは絶対できん。すごくない？しかもツイートしたとしても秒数まで見えないよね。分までだもんね、だって。猫ありがとうございます。戦い方分かってきた。うん、分かってきたけど、なんかよくメンバーと会った時には絶対にギルドバトルの話するんだけど、やっぱそのメンバーのギルドによってさ、強い人がいるいないでだいぶ変わってきてて、だから戦略の仕方が違いすぎるからたまに話が合わない。当たり前か。
でもまだなんかやり方がわからない方もいるらしいので、って言ってももう13日までだっけ、さっき言ってくれた13までだからもう時間がないもんね。今週末か、やば、そうじゃんあれだ、オンラインサイン会手形会の次の日だ。あ、待って、あ、できるか、できるか、かわいい。そうだよね。そうだよな。かわいい。やばい、本当にお腹すいた、やばい、やばい考えないようにしてるんだけど、お腹が。もうね、家に置いてある食べ物は蜂蜜ののど飴とお水と、あの自宅療養中にもらったゼリー、ちっちゃいこのぐらいのやつと、トマト、ミニトマトがある。え、どんだけ食べ物ないんだいやでも本当にあると食べたくなっちゃうから、これがいいんだけど、なんか冷蔵庫ないって分かってるのにさ、開いちゃうのやばい、本当に。ハッピーのご飯はしっかりあります。あ、でもそう、あったかい、ハマってるね、あったかいスープはあります。今日の6時とかぐらいに飲みました。だからお腹空いてんだ。その時は全然スープでお腹いっぱいになってたもん。で、寝る前に筋膜リリース、あれ？筋膜ローラーをしっかりやってます。むくみがひどい、足。でもなんかそれでむくみ取れた気がしないんだよね。私のやり方は違うのかな。筋トレはちょっとね、ちょっとやる気にならない本当に、本当に申し訳ないけど、だから攻めてもと思って筋膜ローラーをやってますでもね、本当に新世代コンサートの時にトレーナーさんが久しぶりに来てくださったのでやってもらったんだけど、本当にむくみが取れてたの。足細、自分って思ったぐらい、あ、今までの肉じゃなくてむくみだったんだと思うぐらい、そう、細くなったから、やっぱ自分でさ、そうやって運動のグッズを使ってやるより人の手でやってもらった方が本当に変わるんだなと思って。え、そう、さすがプロの方だよね。やっぱ行くしかないんだよな。でも名古屋で行ったことないな。なんかね、
名古屋の病院ってさ、私は全ての病院が初めてなわけじゃないですか。当たり前に出身もずっと住んでたのも神奈川だから、病院行くとさ絶対に新規として診察券とかさ新しいものを作られるわけなんですよみんなそうだけどさ。でそう、名前とかをバレたくなくてもうどうしようもないんだけどさ、その病室でも名字を呼ばれるのがすごい嫌なんですよ珍しすぎる名字だから、もしいたらどうしようって思っちゃう。なんかだからいけない本当にすぐはバレちゃうもん。だからいつもね、お願い声小さく呼んでって願ってるか、看護師さんが来るであろう、呼びに来るであろう場所の近くに座ってすぐに対応できるようにしてるのえ、本当に嫌だ。名前じゃなくて番号で呼んでほしい。番号が一番良くない？あ、そこだから、受付で頼んでみるのもいいな。確かに確かにな。え、それいいね。ちょっと今度行くとき試してみようフいいね、ハート、チョコ、ありがとうございます番号いいな、確かに番、うわーいいな、番号がいい。でも加入してさ1年目の時、私疲労骨折してずっと出れてなかったじゃないですか、公演でさ、なんだっけ、ストレッチ病院でやるリハビリだ。そう、リハビリしたところはやっぱりお年寄りの方しかいなかったので全然平気だった。そうそうそう、何も気にせず行けました絶対知らないだろうなって思って安心してた。あと気をつけてることは、あんまり人がいない曜日と時間に行くこれはいつも徹底してる。そう、まあね、どうしても緊急で行かなきゃいけない時はしょうがなく行ってるんだけど、そうそう、名前がな、田中さんとかだったらなぁ普通になんとも思わない名字だったらな。まあでもリュウジマって名字が好きだからまあいい、この私にしかわからない苦労も嬉しい嬉しいちょっとよくわかんないわでももう個人情報が周りにバレないようになりそうだよね、何十年後したらもうその頃には絶対アイドルしてないから意味ないわね。やっぱいるよね、ファンの方も。わかる、私もさ初期の頃とか来てくださった握手会とかにね、来てくださったファンの方の名字が見える時があったんですよ。まあ、今もなんかいろんなグッズの書き物がある時にニックネームで書く場合とフルネームで絶対に書かなきゃいけない時があって、そのフルネームを見た時、え、読めな難しいって思う人もいるから、あ、私と同じだと思ってなんか一人で嬉しくなってるの。でも名古屋も結構ね難しい名字の方いる気がする。
全く読めん。人の名前もそうだし、なんか地下鉄、電車、青波線だっけ、なんか聞いたことある。地名の名前ってさ、難しくない？名古屋読めないね。すごいよ名古屋本当に難しい、読めん自分が使うねところだったらすぐに覚えられるけど、すごいな。え、なにこれ、南風崎、南風崎、南、読めない正解は何だろう、地名？これも名前付いた大地の地名クイズか、ある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 、前やったけど全然合ってなかったでも神奈川のクイズもあって、それは確か90か100上うん、それぐらいいい点数だった。まあ住んでる県だから当たり前か。え、あれでハエの先って読むの？嘘でしょ、どこがハって読むの？南だよ。え、怖い、すご、先しか合ってないよ、誰もが読める読み方、すごっ。え、絶対終わらんないえ、すごっ、やばやば、あ、重くなりそう。そうだよ、地元はねハエの先すご、さすがに読めない、初めて聞いた。え、東の風でこっち、嘘でしょ、さっきハエのエ、風でエだったのに次は風でチと読むの？え、これ当て字？何？え、すご、もうわかんない名古屋の読み方？昔の方？え？やば。ちょっと驚きが隠せないんだけど。うわー、読めない、これも。広明治。広明治。なんていうお寺の名前だろう。いっぱいある。相模原、逗子最高だねえ、読めない方いるかな。神奈川何が難しいんだろう。神奈川、え、でも相模原も難しい方じゃない？待って、神奈川なの？この私が今読めなかった感じ。え、どこ、何市にあるの？愚明寺？初めて聞いたぞ。え嘘、すごい、なんか視線感じると思ったら絶対ハッピーがこっち見てる。かわいい、ハッピーでよかったえ、横浜にあるんだ。あ、じゃあ姫たんわかるかな。でもさすがにお寺ってやっぱいっぱいあるからわかんなそう。私もわかんない、横浜は本当に行かない赤
レンガとか、そう、そこら辺しか行かないな。中華街、コスモワールド。エコだ？エコだ？新エコだ？タカ？あ、タカだか違うってことか。え、難しい。ちょっと待って、さっきからお腹鳴ってる。ちっちゃい声で。あのね、わかる。町田は住所は東京だけど、なんか前それもさ、テレビとかツイッターで討論されてたよね。町田は私ちっちゃい頃から東京だと思ってた。神奈川なの？いやでも東京でしょ。あれだね。町田の方に判断してもらうのが一番だよね。チョコありがとうございます。もうお腹鳴りそう。でかいのが鳴りそう。格好も格好だからな。え、そうなの？神奈川県町田市でも通る。え、すごっ。すごい。あ、なった。急に恥ずかしくなる。こんばんは。こんばんは。待って、あと10分。10分もない。5分ちょいで終わっちゃう。あー、なってる。やば。明日は早起きだ。早起きだから早く寝なきゃ。お腹空いて寝れないとかやだな。あ、ポケモンアルセウスとっても楽しんでます私。あと5分で言う話じゃないんだけど、しゃべり続けます。もうダメなってる。止まんない。いっぱいしゃべった方が消費されちゃって余計にお腹鳴っちゃう。いや、もうダメだ。意識するとなる。なんだっけ、あ、そう、色違いはね、でもまだ6匹しか捕まえてない。6匹 ?7 匹でもそのうち1匹のポニータは、ミッション、ミッション、違う、なんて言うんだ、サブ、あれで、もらえ、絶対にもらえるポニータなので。初めて色違いゲットしたのがグレックルでした。まさかの。次が誰だろう。でも今持ってんのが色違い、グレックル、ポニータ、ラッキー、ズバット、いや、ゴルバット、ズバットかな。忘れちゃった。でもラッキーの色違いはすごい嬉しかった。赤だからな。大量発生以外、そう、そのね、大量発生以外で見たのがグレックルと、あともう一匹いた、忘れちゃった。銀河団の星は9です。ついさっき9になりました。あのね、もうギラティナまでも捕まえてるんだけど、ポケモン図鑑が全部10にしなきゃアルセウスと出会えないしさ、そう、戦えないじゃないですか。もうそれがもう長いよね、道のりが。一人じゃ多分無理、私。絶対無理、本当に無理。
コルバット緑、あ、そう、ズバッ、いや、ゴルバットの気がする、持ってるのは。そう、眠れない時にポケモンやってます。図鑑全部完成、本当に無理よ、だし、しかも星完成度10にしなきゃいけないのが鬼だよね。だからできないから色違い厳選に行っちゃってる今。そう、多分同じ人何人もいると思う。ハッピーはぐっすりだ。アルセウス、良いラスいない気がする。そう、いないの。でもさすがにね、アップデートとかいくつかあってポケモンの数もだいぶ増えそうじゃない？楽しみだな。あ、相変わらず日の嵐は進化させてません。レベルいくつになったかな。でも今預けちゃってる手持ちが全部伝説のポケモン。そう、なんかね、今までのポケモンと全然違うからずっとやり込んじゃう。 あと2分やばい。ランキング読みます。1位ハッピーさん、2位と揺れちゃうね、クマのアバターさん、3位カレンのアバターさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位スコディッシュのアバターさん、11位ハッピーさん、12位チンツラのアバターさん、13位ニッシさん。ありがとうございました。間に合った。あと1分、親分捕まえてる。いいね、ありがとうございます。色違う親分、そう、捕まえた。早くミカルゲも捕まえたいんだけど全然だね、難しい。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう、お話聞いてくれて。